皆さんこんにちは。今回は乃木坂464期生の夏季春香さんの学校や学生時代のエピソードをご紹介します。夏季春香さんのプロフィール。名前夏季春香、愛称夏季、出身地栃木県宇都宮市、生年月日2001年8月8日、身長166センチ、血液型 A 型、出身小学校。夏季さんの出身小学校は地元宇都宮市内公立校のようですが、校名などは不明です。家族構成は両親と弟の4人家族で、生まれは大阪府ですが、10歳の頃に栃木県宇都宮市に転居しており、関西弁と栃木弁のどちらも話すことができるそうです。乃木坂工事に出演した際には、大阪出身のメンバーの松村さゆりさんを相手に大阪弁トークも披露しています。夏季さんは小学校時代に少女漫画のキラリンレボリューションを読んだことでアイドルに憧れています。また、子供の頃から絵を描くのが大好きで、グループ入り後も乃木坂工事中などでたびたびイラストの腕前を披露するほどで、プロレベルとの声も上がっています。また、夏季さんは子供の頃から手先が器用で、イラストのほか小さな折り紙を折ったり、2、3センチくらいの発泡スチロールに顔を描いたりするなど、細かい作業も得意でした。ちなみに小学校時代のあだ名が眉毛だったことがあったようで、本人もこのあだ名は嫌だったと話しています。また、小学校時代にはいじめられたことがあり、不登校気味になったこともあるそうです。出身中学校。夏季さんの出身中学校は、地元宇都宮市内公立校の横川中学校です。中学生の時にはバスケットボール部に所属し、ポジションはセンターでした。夏季さんはバスケットボール部時代のエピソードを次のようにインタビューで話しています。中学時代はバスケ部だったんですけど、裏では先輩みたいになりたいって尊敬していても、いざとなると話しかけにくくて、友達が言った後ろからついていくみたいな感じでした。だから今はそれを直そうと思って頑張っているところです。ちなみに公式ブログではドリブルが下手だったと綴っています。私はバスケをやっていた時センターだったんですが、試合でドリブル禁止を食らうくらいドリブルが下手でした。なのでガードの人に憧れます。センターも好きなんですけどね。なお、夏季さんはスポーツ好きのようですが、体があまり丈夫ではないらしく、高校では部活動をやらなかったようです。出身高校。夏季さんが入学したのは県立の女子校の宇都宮女子高校です。この高校は1875年開校の伝統校で、国内の公立女子高校としては最古の歴史を誇ります。また栃木県内でも古くからの進学校として知られ、県立宇都宮高校などと並び、県内ではトップレベルに位置する高校です。またこの高校は一般受験でしか入学できないことから、夏季さんが相当の学力を持っていたことがわかります。中学時代はバスケ部に在籍していましたが、高校時代は部活動には所属していなかったようです。高校の頃にはしっかりしているように見えて、意外にも抜けているところがあるとのことで、よく担任の先生が、最初はすごくしっかりしてそうに見えるから色々任せたりするけど、ところどころ抜けてますよね、とお母さんに言ってます。友達と遊んでいる時も、子供っぽいところがあるみたいで、自分ではしっかりしていると思うんですけどね、とコメントしています。ちなみに高校の修学旅行で買ったばかりのメガネを落としたと公式ブログに綴っています。また高校時代はただ毎日をなんとなく生きていたとインタビューで話しています。地元で普通に高校に通いながら、その日その日を生きていましたね。毎日をただなんとなく。家に帰ったら母さんが夕ご飯を作ってくれているから、それを美味しく食べて寝るっていう、夜ご飯だけを楽しみに生きてました。
本当に何もしてなかったな。そのような生活を送っていたからか、テレビで見る乃木坂46や欅坂46のメンバーはすごく輝いて見えたそうです。乃木坂46に加入するまではイラストレーターやアニメーター志望で美術大学への進学を検討していたそうです。高校1年生だった2017年には欅坂46の第2期生オーディションを受けたことが明らかになっています。この際にはショールーム審査まで進みましたが、顔出しなしでも目ざといファンが声だけで柿さんだと判別しました。ただしこのオーディションには合格しませんでした。その後の高校2年生の2018年8月に坂道合同オーディションに合格して、乃木坂46の第4期生になっています。ちなみに合同オーディションはトータルで12万人以上の応募があり、合格者は38人という非常に狭き門でした。オーディションには子供の頃からアイドルに興味があったことと、自分を変えてみたかったという理由で応募しています。アイドルに対して可愛いなって思う気持ちはめっちゃあったんですけど、ここに自分も入りたいとかそういうことは考えてもいなかったです。オーディションは全部を変えるチャレンジとして応募したんです。またオーディションの際にも得意のイラストを披露しています。柿さんは合格後のショールームのインタビューでは、不安しかないと述べていました。同じ年の12月に日本武道館で行われたお見立て会でグループのメンバーとしてデビューしています。またお見立て会では次のようなことを話しています。私はイラストを描くことがすごく得意なので、今日は私の似顔絵を描いてきました。この制服、何の制服かわかりますか？そうです、制服のマネキンです。私はこの制服を着て制服のマネキンを踊ることが夢です。その夢を叶えられるようにこれから精一杯頑張ります。オーディションに合格直後は宇都宮市内の実家から週末に上京してレッスンを受けたことをインタビューで話しています。坂道グループは遠方在住の場合には上京することがグループ入りの条件、中学3年生や高校3年生の場合は特例もありですし、またこのような進学校では学業との両立も難しいということもあって、合格と同じタイミングで転校を経て、柿さんは2020年3月21日に目黒日本大学高校、旧日の出高校の通信制を卒業しています。なお卒業時の写真の制服がバラバラなのは、同校の通信制課程は進学コース以外は制服がなく、卒業式にはそれぞれの好きな制服を着ているからです。現在はグループでの活動が中心で、バラエティ番組乃木坂工事中などに出演、さらに2019年9月にリリースされた乃木坂46の24枚目のシングル夜明けまで強がらなくていいでは、いきなり選抜メンバーとして起用された上にフロントメンバーに抜擢されています。自作の幸せの保護色収録の4期生楽曲 IC で初のセンターを務めています。2022年6月7日には初のソロ写真集まっさらが発売され、4期生からは初の写真集となっています。今後は単独でのメディアへの出演も増えていきそうなので楽しみです。なお高校卒業後は進学はせずに、このまま芸能活動に専念しています。